ちゃんくん、ぽんちゃん、おはようございます。じゃなかったこんなギャグじゃね。はい、ということでこちらです。はい、ちゃんくん、おはよう。ちゃんくんはここにいるけれども、ぽんちゃんをちょっと探しに行ってみようか。あー、ぽんちゃん、はい、ぽんちゃん、今日は結構暑いんだよ、ぽんちゃん。はい、ぽんちゃん、ぽんちゃん、こんな暗くて暑くて湿度の高いとこがいいんですか、ぽんちゃん。はい、よかったら向こうにいらっしゃいませんか。エアコンありますよ、ぽんちゃん。来ない。はい、体勢変えただけ。はい、ぽんちゃん、はいよ。じゃあ待ってるからね。おじゃんくんを迎えに来た。来たけどないとね。はい、はい、持ち上げた。うん、ちゃんくん、さあこれからまた散歩に出かけてきます。君たちはここで待っててね。はい、ぽんちゃん、はい、はい、ぽんちゃんも持ち上げ。はいはい、ジャックも持ち上げ。はい、はい、先日買ったですね、カメラバッグにレンズをたくさん詰めて出かけようと思います。ジャン君ちょっと変なポーズだね。さあそれでは準備ができたので行ってきます。今日は散歩でこの小高い山を登ってみます。この途中に、神社があります。この先には、病院があるそうです。はい、途中には網にかかっちゃった。スイカ畑、まだまだちっちゃいですが、よし、
防空壕的なものもあるね。さあここからは上り階段。歩く程度の運動ではなくなってきてるな。さあ、森っぽい感じ。素敵。はい。すごい。まださらに続きます。あと3分の1。お水出ていません。お水なくなってるね、うん、手は洗えませんでしたがお参りだけしていきます。息が、なんかこの道は、あ、これさっきの道に出るだけだ。あ、すごい傾斜。これは車じゃないと無理だな。すごい転んだら下まで落ちる。小高い山の中腹に、ある神社なので町がこうやって見下ろせる感じですね、割とうちの方なんかも氏神様っぽい感じになるかもしれないね。割と歩いてすぐでした。登りくっつらかったけど、そして富士山の方向はこちらです。おそらくこの茂みの向こう側には見えると思うんですが、今日は天候も悪いしね。あとは見に行く場所がないかもね、ここは。うん、木がね。一丁の木が見たら、すごく大きくなったのかな。どうなんだろうね。そうだね、うん。これもまたでも復活しそうだよね。うん、いっぱい出てきてる。アジサイの間を取ります。先日行った川は、生き物というか魚が、ね、いない川なんですが、こちらは自然のままになっているのに近いので、おそらく魚がいっぱいいるはずなんだけど、浅いかな、もうちょっと上かな、うん、あそこに黒い塊があるんだけど、うん、石
車。山の自転車。やばい、何個になる。何やってますけど。うん、重なってる。仲良しだよ。仲良しなの。なんかいろんなものがありますね。なんかごちゃごちゃしてるね。うん。ちょっと片付けてね。なんか季節感出すにしようか。難しい季節感。日によって水のものとかさ。季節感難しいっすね。うん、いろんなものがあるからテーマ決めてやるからね。うん、何かを片付けときたいなとは思うけど、しまっちゃうとなかなか出せなかったりとか、どこかにこうなんていうかな、楽屋みたいなとこ作っといて、今日の出演者みたいにすればいいんじゃない、という話の中、はい、また何かが届きました。はい。お、はい、焼けます。水草の種。水草の種？ああ、前になんかもらったやつみたいなこと？あ、でも違う。あれあれ？水草のアクアリウム。前のはちょっと違うやつだから。え？不思議。不思議なものが。前のはね、なんかあのベリーの種とかだったので、今回のはちょっと違うぞ。これはまた違うやつか。あ、これはこれだね。野鳥だるま。お、なるほど。一個揃った。本当だ。でもこれ何？ただの島じゃない。よくわかんない。イギリスとフランスと。アメリカと…アメリカもある？アメリカあったね。うん。はい。そのうちできるかな。これ、あったね。赤のしましまのとこ。なんだっけ？どこだっけな。そして、これが一番よくわからないやつだね。あ、こう…瓶の中に水を入れて…こうやって…はいはいはい。ちょっとこれ、取ってくれる？はい。立っていい？よいしょ、はい、この中で育てるんだ。るんだ。ああ、なるほど。容器の3分の1程度まで土を入れ、水を注いで湿らせてください。はあ。土の上に1つまみ程度の種をパラパラ撒いてください。その後、ピックを好きな場所に配置します。うん、2、3日で芽が出てきます。そんなすぐなんだ。土が乾燥しないよう常に湿った状態を保ってください。アクアリウムっていうけど水の中じゃないんだ。いや、最終的には入れるみたい。あ、そう。1、2週間湿った状態のまま育てます。うん、土の乾燥に注意してください。土が乾燥していると発芽率が下がります。で、5、
水草がたくさん生えてきたら水を張ります、うん、水は優しく注いでください。この、うん、このくらいまで お水入れるって書いてある。なるほど、ちょっとやってみよう。うん、はい、ありがとうございます、なんか不思議なものっていうか、まあ知らないことって多いね。うん、なんかこういうやり方がちゃんと書いてあった、うん、はい、次は富士山です。あ、前にいただいたやつもあったね。そうか、なんかあったね。うん、これのあのタオルで富士山のやつ。ああ、はいはい、また霧っぽい箱の中に入っていますが、うん、もしかして富士山の色が違うのかな。今開けるよ。うん、よいしょ。前はなんかあのちょっとピンクっぽい赤富士だったよ、うん、あ、今度は青いやつだ、はい、デフォルト、うん、なんて言えばいいの、ノーマルな富士山。ノーマル、はい、一番富士山っぽい富士山、うん、前はね、なんかあの赤富士っぽいやつだったの ね、 ね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこんなおしゃれなね、うん、ちゃんと霧の箱に入った高級なタオル、ね、立派なタオル、はい、こうやっておこう。次はで、これも入ってた。はい、綺麗な紫陽花っぽいかな。違いますよ、ね、三つ葉、うん、クローバーだね。四つ葉のクローバーのハンカチ、うん、そうですね。はい、どうもありがとう。これあれかな、ガーゼのハンカチかもね、うん、あ、そうだね、ガーゼタオルハンカチ、うん、はい、アロハ天然水、サントリー天然水の、これはアロハは周りの袋だった。あ、そっかそっか、うん、コップ、何つけるのこれ、コップ、タンブラー、まあ、コップだね。水をたっぷりいっぱい飲みましょうということですね。そういうことか、なるほど。ありがとう。欠席の話題からそうだそうだ、ここに流れたのね。うん。あ、あれ、お誕生日プレゼントって書いてある。7月15日マオイさん、30日クロケンさん。あらま。だいぶ早くいただいちゃったね。あ、これお手紙かも。うん。お手紙、あ、かわいい。こういうの、はい、ハッピーバースデーが、あ、動くのかな、ね、おー、ほう、おじさんになるってこと。わかんないけどね、こんなになったんだ。お誕生日おめでとう。子供から大人へ変わるってことですね、うんうん、こんなあなたかわいい、こんなになった。面白い、初めて見るこういうタイプのやつ、うん、そうだね、うん、あ、後ろに書いてある。あとで読みましょう。ありがとうございます。よし、ん、何か入ってるよ。小、あ、センスケース、色をつればいいな。うん、夏だからね、持ち運びできるやつね、はい、ちょっと1個あげようか。立派なやつ、入れ物も渋い、ずいぶんいい感じの入れ物だね。よいしょよいしょよいしょ。あ、このふさふさがついてる。これ先を取って、よいしょ。あら、まあ大人っぽい、大人、大人両方和服着てないとやばいね、あれ。大人だね。あ、こっちは黒犬用みたいだよ、色が紺色で、はい、私のは赤っぽいよ、ほら、赤でした、はい、大人っぽいな、本当に。で、落語でもやるときにこれでこう。あ、洒落てんじゃん、ほら、あ、いいじゃんいいじゃん。でもこの黒犬のもここからほら、あ、そういうことか、生地になってて、こっちの色とこの先が似てるから、うんうん、だけど赤黒ね、そうそうそう、はいはい、なんかちょっと大人、ね、どうしよう、大人だな、年齢は大人だけど、はい、さあ次行っときましょう。はい、よし、はい、これはジャン君ポンちゃんにでした。あ、やったね、大好きだよクリスピーキッス、大好きなクリスピーキッス、
ちゃったクレインフリーだ、はい、歯磨きおやつ、はい、よかったね、やつ歯磨きおやつ、あ、なんか面白いこれ、なんかキラキラしてる、うん、面白いやつがあるんだね、うん、はい、ジャン君ポンちゃんのやつか、そしてインテリア7 PVC マット猫2枚入り PVC マット、コースターとして使用できます、うん、うん、あ、いわゆるそのなんだ、ちょっと読めない、もうね目がかなりやばい状態、うん、だからなんていうの、でもコースターとして使用できましたから、うん、コースターなんだよねきっとね、よくあの滑り止めに使うあれじゃないのかなとちょっと思ったんだけど、なんかここに書いてあるのは、今度調べとこう。うん。あの、こうそう鍋敷きとしては使用できませんとか、そういう、うん、あのやらない方がいいよ的なことが書いてあるので、うん、これ貸してみて。まあまずはコースターだと思えばいい、ね。そうだね。あ、はい。本当だ。滑り止めみたいなこの。うん。なんだっけね、ウレタンじゃなくて、ウレタン。なんか、ほら、ゴムっぽいやつね。そのやつのやつです。かわいい、うん、鳥さん、鳥さんと猫ちゃんと、はい、ありました、どうも、今回もありがとうございました、お誕生日までね、気を使っていただきました、7月15日、7月30日、7月15日がマオイさん、そして7月30日がクロケンということで、まだちょっと早いですけれども、ありがとうございます、ありがとうございます、この鳥さん出してもいい、うん、よいしょよいしょ、わかんない、よいしょよいしょ、かわいい、はい、鳥さんです、こんな感じでございました、はい、今日は乗っかる人いいんですね、来ないんですね、向こうの部屋で寝てますね、うん、そうなの、向こうの部屋で寝ちゃってるの、はい、じゃあ撮影終了です、